みなさんこんにちは。今回は初めて Get Ready With Me を撮ってみました、ぜひ見てってください。はい、じゃあまずメイクからやっていきます。今日は気軽な感じで、もうスキンケアはやっちゃってて、その時にこのスキンアクアトーンナップっていうのをいつも日焼け止めとして塗ってます。で、下地なんですけど、下地は私はこれちょっと汚いカナダのブランドのエルフっていう、ドラッグコスメのやつ下地を塗ってます。これがめっちゃベタベタする感じ、いい意味でベタベタするんだけど、これを顔全体に塗るとメイクが長持ちするんだよね。ベタベタしてるからなんかメイクを吸着してくれる感じ。ディオールのコンシーラー、もうコンシーラーはね、ずっとこのフォーエバースキンコレクトってやつしか使わないです。ずっと動画が撮れてなかったんだけど、なんか理由としては学校がとにかく本当に忙しかったっていうのと、あとイギリスの大学に進学することになったから、アメリカとかカナダの大学と違って結構本当に最終成績がすごい大事だったのね。だからもう本当にそれに集中してって感じで、残りの3ヶ月間そう過ごしてて、だから全然動画撮れてませんでした。すみません。コンシーラーは全部ブラシで全部ブラシで塗ります。まあそんな感じで結構忙しかったんだけど、まあ頑張って頑張った甲斐あって、ちゃんとイギリスの大学本命に行けることになりました。イエーイ。こんな感じでコンシーラーを全体的に塗りました。パウダーはキャンメイクのピンク色のやつ塗ってます。で、そうイギリスの大学に行けることになったんだけど、今度大学受験とかについてはまた別の動画で詳しくやろうかなって思ってます。こんな感じで塗れたら、じゃん、これキャンメイクシルキールースモイストパウダーを使ってます。次はアイライナーを塗ります。アイライナーはヒロインメイクのやつ、できました。はい、で次はまつげ。結構なんか動画とかインスタグラムとかでもコメントが多いのがまつげのやり方なんだけど、本当まつげにはめっちゃこだわってて、ほんとほぼまつげがアイメイクって感じだから、こうたっぷり液をつけて、あ、マスカラはヒロインメイクの、これはロングアップガーラマスカラだけど、いつもはボリュームを使ってます。で、こうたっぷり液をつけて、もうベタって塗る感じこんな感じになります。結構長いよね。はい、マスカラ両方できました。もうすでにこうすると目が大きく見えるっていうか、本当にまつげの力って偉大だなって感じシェーディングやります。今日本に帰ってきたんですけど、あ、こんな感じ、いい感じ。嫌なのがカナダにいる時ってタンクトップとかお腹が見える洋服とかみんな普通に着てるから、何にも気にしないで、暑いしさ着てたけど、こっちに来ると結構気にしちゃう。こんな感じ、良くない？濃いかな。はい、次ハイライトは、だから全部使ってるもの、プチプラ、これめっちゃ人気のセザンヌパールグローハイライターっていうやつを使います。鼻に縦向きにこう入れると丸鼻鼻が丸いからいいかなみたいな。で、ついでに涙袋とかもやるのやめたから、これをちっちゃい方で取って目頭にハイライトをつけます。わかんないけど、とりあえずこんな感じ、わかるかな違い。はい、じゃあチークやります。フィットミーのめっちゃ古い友達がお土産で買ってきてくれたやつ、ピンクで金色のパールが入ってる感じのを、肌なじみがいいから使ってます。結構がっつり入れます。こんな感じ。はい、リップはケイトのリップモンスターのラスボスって色をもうずっと使ってて、メイクするときは塗って、
で、外に出てリップの塗り直しするときはサマーフライでこうウルウルリップグロスみたいな感じになるのが可愛いからこれを使ってます。はい、メイク終わり。じゃあ髪の毛とかやって洋服とかアクセサリーをつけたいと思います。洋服を選んでいきたいと思います。クローゼットはこんな感じ。これはジーンショーツ、ジョーツがここに3個あって、ここが全部ジーンズとかパンツ系で、あとはシャツとか、あんまここには洋服はかけません。全部棚に入れてます。どれにしよっかな。鏡が汚いんですけど、今日はこういう感じの服装でいきます。トップスがアレツィアで、ズボンはユニクロかな多分、はい、去年買いました。でバッグはブランディ・メルボーです。いい感じかな。でまだジュエリーとかつけてないので今からつけたいと思います。洋服はこんな感じです。かわいい。はい、戻ってきました。髪の毛は巻かずにストレートにしました。で洋服も着替えてきました。本題に入りたいと思うんですけど、今回の動画はアナルイサさんとのコラボ動画になってます。イエーイ。今回特別なのが、商品をなんとコラボローンチさせていただくことになりました。イエーイ。はい、でめっちゃ楽しみだったんですけど、ずっとワクワクしてて、今回私が一緒にコラボローンチするのは、じゃーん、このビリーっていうイヤーカフェです。また後でちゃんと見せるんですけど、今回はこのイヤーカフを一緒にローンチさせてもらうことになりました。めっちゃ可愛くて、私イヤリングはもう必ずアナルイサもう毎日つけてて、こっちがスターでこっちは普通のリングなんだけど、もう本当に全く外さないので、いつもシルバーをとアクセサリーをつけるんだけど、これはゴールドなんだけど、このピアスたちもなんだけどなんだけどばっか言ってる。スタッツがついてるから、ここキラキラのスタッツがそうついてるから、あんまりゴールドっぽくなくて、いつもシルバーつける子でも全然気軽につけられる感じかなって思います。でなんで今回この商品を選ばせていただいたかっていうと、いつも耳もずっと小さい時から2個くらい、その本当3個くらい耳開けたかったんだけど、やっぱ勇気が出なくて、でもちょっとそういう雰囲気を味わいたい、穴を開けずに雰囲気を味わいたいって時にイヤーカフすごい最適なので、今回は私っぽいなと思って、そういう気持ちもあって、この商品を一緒にローンチさせていただくことになりました。イエーイ。これつけるの簡単で、こんな感じで可愛くない？めっちゃマッチするし、しっかりしてるから全然落ちる心配とかがない。こういう付属でつけるやつって結構緩かったりするから、あんまりデイリーユースできないんだけど、これはすっごいしっかりしてて全くずれないから本当にお気に入りで、夏とか暑いから髪アップにする時とか、ここ見える時についてるとね、おしゃれ度が増すかなと思って、はい、すごいお気に入りの商品となってます。アナルイサさんのすごいいいところは、世界中どこからでも買えるし、さらに商品を買うと2年間ワランティー、保証がついてきて、例えば壊れちゃったりなんか直してほしいとかしたら、ちゃんとやってくれますだからすごい値段的にも、少しそのプチプラっていう感じではないけれど、でもハイブランドと同じクオリティのものが1万円っていう価格で買えるっていうところが私はすごい好きです。だから愛用してます。もしこの商品気になった方がいたら、下のリンクから飛べるので、ぜひゲットしてみてください。一緒にお揃いになれるかなって思うので、はい、っていう動画でした。インスタグラムとか、あと TikTok にも商品について、いろいろ喋ってたり、
写真とか載せるので、ぜひ SNS もチェックしてみてください。こんな感じです。可愛くない？めっちゃおすすめです。ここがめっちゃ可愛いの。しっかりしてて耳につけてもね全然痛くないから超おすすめです。ぜひ一緒におさらいにしましょう。そろそろ、お出かけに行かないといけないんですけど、バッグに何を私が入れるかを紹介したいと思います。軽くこのバッグはブランディメルビルで買いました。カナダのめっちゃねしっかりしてて4000円とかだったんだけど、そうすっごいおすすめ。あんまり正直入らないけどこのポーチにお金入れてます。財布持ってるんですけど、こういうちっちゃいバッグに入れるときすごいバルキーになっちゃうから、この細いポーチに入れてます。でこれは私のイヤホン、ワイヤレスイヤホンと充電コードと充電器と、メイクはもうほとんどメイクなどしないけど、まあ、もしねなんかすっごい汗かいちゃった時とかのためにミラーとこれノースワンパウダーを持ち歩いてます。であとはリップスティック、リップとこのサマーフライデーズのリップバームを入れてます。もうこれがね本当に今年の夏めっちゃ活躍してるだからこれを入れて、じゃあ用事をこなしに行ってきたいと思います。皆さん動画最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひもし気になった方がいたら下のリンクから購入できるので、チェックしてみてください。